皆さん、こんにちは、モノモースです。今日取り上げる話題は、友人様の死の先に関する情報収集とその信憑性、についてです。最近のニュースで、根拠ない、という秋篠宮家側近の発言が多くの波紋を呼びました。この記事について深掘りしていきたいと思います。まず、ニュースの概要を押さえておきましょう。秋篠宮家の友人様が目指す大学に関する情報について、秋篠宮家側近トップの吉田省成功試食台風は根拠のない情報が流れている、と発言しました。しかし、皇室記者や関係者からは、 あれなりのの理由がががあっってて浮上上したと反発の声が上がっていますこの記事では、東大や筑波大学進学の噂が具体的にどのような背景で生まれたのか、また、宮内庁側の情報不足はどれほど影響しているのかが取り上げられています。私の意見ですが、根拠がないと言い切るのは少々乱暴だと感じます。情報の中には確かな理由があり、それをもとに多くの人々が主催や調査を重ねているからこそ、話題になるのだと思います。例えば、友人様が進学を視野に入れているとされる渋谷教育学園支部や、渋々しぶ、 にに足を運んだことやや筑波大学学附属高校へのののの進ななど実際の行動や進路選びの背景にはそれれりの根拠は見受けられます具体例として取り上げると、2017年には友人様が渋谷教育学園渋谷の文化祭にお忍びで訪れたことが注目されました。渋谷は東大推薦入試対策に強い学校であり、この訪問が渋谷、東大、という進学ルートの憶測を生む要因となりました。また、2022年には友人様が筑波大学附属高校に進学しました。ここも東大推薦に強い学校である ため、東大進学説がさらに現実味を帯びたのです次に反論への理解も踏まえましょう確かに情報が不確かであることは皇室関係者の特権的な立場よいかもしれませんさらに一部のコメントでも指摘されているように皇室における進路選択には特別な事情が絡むことが多くその中での見えや特別扱いへの批判は避けられないかもしれません特にご家族の歴史や背景を考えればその影響も大きいでしょう結論として私たちはただ根拠がないと一周するのではなくその情報が どれだけ確かなものであるかを冷静に見極める必要があります情報を公開することで透明性を高め誤解を避けることが大切です進学先がどこであれ友人様が自身の興味を追求し充実した学びを得られることを祈っています皆さんのご意見や感想もぜひコメントでお聞かせくださいそれでは次の動画でお会いしましょうありがとうございました